皆さん、こんにちは。いつも動画を見ていただき、誠にありがとうございます。ゴルフ TV ザプロコーチの山田です。はい、今回はですね、どんな人でも腰が回る方法、こちらについて紹介をしていきたいと思います。体が詰まる人や、まあ、左足を引いてもうまく腰が回りませんよとか、こう回転しきれませんっていう方が、あるポイントを意識するだけでかなり回れるようになると。そのポイントってのを今日はお伝えしていきますので、ぜひこの動画最後までご覧になって参考にしてみてください。それでは早速紹介をしていきますが、まずね、僕このゴルセオ動画ではよく言うのが、まあ、引くと、回転っていうのは引く動きだ。で、この回転の引く動きっていうのはどこを引くのかっていうと、左膝であったりお尻であったり、そういった部分を、まあ、引くことによって本来の回転のエネルギーを、まあ、得ることができるよと、はい。まあ、この時例えばね、僕とか、ユータプロとか見てもらうとよくわかるのが、左足がこう動くぐらいこうやって回るじゃないですか。うん、これができる人もいるし、これができなくても回れる人もいるんですけれども、やっぱ多くの方は引くで、ここまでは来る、はい、でもここで終わる。今日の足こういう状態、あ、こういう感じで詰まっちゃう、はいはいはい、っていうことがあります。まあ、なんで引いてもまあこう回しきれないのかっていうと、これ一つは左股関節が詰まってしまうからなんです。ほう、はい。左股関節が詰まるってどういうことかっていうと、まあ、やっぱ硬さとかもありますし、はい、股関節が硬いとかね。まあ、そうすると、ま、確かにインパクトの瞬間までは回れるんですけれども。はいはい。まあ、やっぱり回し切りとしては足りていないですし、まあ、インパクトの瞬間もしくはインパクト直後で体止まっちゃうんで、ヘッドは走りすぎてしまって、やっぱ引っかかったりとか。まあ、それ嫌がるとプッシュしたりとかね。まあ、そういったミスも出てきますし、まあ、もちろんこう、今度リリースも早くなってしまいますので、まあ、ダフったりとか。そういったミスもすると、はい、いった具合になってきます。なるほど。じゃあ、まあ、グダグダ喋ってもしょうがないと思いますので、結論を言います。はい。何をしたら回るのかと、はい、はい、これ意識は一つ、お、すごい簡単です。はい。左足、この太ももですね。太もも、はい、この左足の太もも、はい、ここを面で考えてください。面、はい、この面です。正面の面、はい、はい、この面をターゲット方向に向けてください。ダウンスイングと同時に左のこの太ももですねを向けると。向ける、はい。お、注意ポイントがいくつかあります。まず一つですね、ただ伸ばさずに向けてしまうと、もちろん向けません。もしくは膝が割れてしまいます。はいはい、はい、ですので、もちろんここは伸ばしながら、後ろに引きながら太ももをターゲットに向けていくと、はい、この意識をしてください。そうすると左足側だけで回転が解決します。まあ、左サイドで引っ張るという動きがまあ実現できると。お、はい、この時のイメージとしては伸ばしながら左にひねるので、イメージとしてはまあこういうアクションですよね。足だけで言うなら、こうやって上に伸びながら足がこう外旋していく。ねじり上げる。そう、ねじり上げる。そんなイメージです。お、そうすると、もちろんですけれども、股関節というのは外側に開きます。はい。はい。外側に開くことによってスペースができますので、難なく右側も押し込めると。はい、これが後ろに引くだけだと、まあ、どうしても、本来ね、この引くだけでもこうやって、無意識にこうやって回る人もいるんですよ。これが回れる人なんですけれども、ただ引いただけだと、ここでロックがかかっちゃって、ここが股関節が逆に閉じていく。はい。閉じていくことによって、回しきれない。詰まってしまう。うんうんうん、っていう風になってくるので、そういう方々はここを回す。
そうすると、すべてもちろん連動してますので、まあ、よく腰の回転、下半身リード、体の回転ってものがすべてここの足の動きで解決すると。なる。はい。いう感じですね。まあ、一度ちょっとやってみますね。まず、あえてちょっと止めて打ってみます。こういう状態です。おー。はい。まあ、ちょっと詰まっちゃってますね。はいはいはい、はい。じゃあ次。引くと同時に太ももをターゲットに向けていきます。おお。この状態ですね。力強いです。力強いですよね。キレも上がります。はいはいはい。はい。この、やっぱりね、他の動画でも喋ってるんだけど、膝を引けとかお尻を引けとかそういった表現を、まあ、人によって変えますけれども、基本的に引く動作でっていうお話するんですよ。確かに。で、ただそれだけじゃさっきも言ったように詰まるから、この太ももを一つ、手を加えてあげると。おそうすると股関節が広がり、もちろん左足だけこんな風にならない。はいはい、はい。ならないでしょ。こうやって伸ばしながら、これ止まりながらやってもわかりますけど、伸ばしながら外向けていったら腰回ってきますよね、勝手に。回ります。はい。そこに体幹のバランスがくっついてくると自然な回転になってくると。で、かつ骨盤も前傾してるから起き上がるような動きもないんですよね、こうやって。おー。うん、ちゃんと伸ばしてるからね。ちゃんと伸ばしてるから骨盤の前傾キープされてる。それに加えて左太ももが外向くことで回転するので、勝手に前傾回転もできてくると。いった具合になります。まあ、こうするだけで、まあ、バランスのいいフィニッシュも取れるし、キレも増すし、回転量も増えると。まあ、そうしていい結果が生まれると思いますので、ぜひ皆さんに試していただきたいと。いった具合でございます。うん、なるほど。はい。はい。じゃあ、以上になりますけれども。はい。カメラマン、ショーゴ、何か質問ありそうですね。そうですね。はい。まあ、昔のスイングというか、はい、まあ、あの結構左足を止めて打つというか、はい、おはい、インパクトを、ね、そうですね、昔はそうですね、どっちかというと内側にこう絞って、はい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 、ここでこう受け止めるというかね、全部を受け止めるみたいな、ここで股関節を締めるみたいな、そうですね、はい、締め上げる、でここから解放していくみたいな、はい、ありましたありました、あれとはまた全然別ですね、全部真逆ですよね、ですよね、真逆です、真逆でございます、あれは、まあ、やっぱりアームローテの時代の動き。まあ、あれじゃないとエネルギーが出ないっていうのも昔のクラブの作りだからなんですよね。なるほど。うん、ある程度、こう、アーム使って上から叩き込んでやんないと、こう、球上がんないし、スピンかかんないし、飛ばないしっていう。はいはい、はい。しかも開いて閉じるっていう運動じゃないと打てなかったので、まあ、どうしてもそういう風になったと。まあ、第一に、あの動きってね、ほぼできません。あれが本当に叶う人は、ジュニア時代からゴルフやってる人しか僕はできないと思ってるから。やっぱり運動連鎖的に無理なのよね。左に回す。回す、ね。回すんですよ。回すのに膝ロックするんですよ。股関節閉じますよね。閉じます。なのに左に回るんですよ。いけます？無理です。無理ですよね。怪我するに決まってるんですよ、はいはい。だから昔のゴルフは膝とかやっちゃうのよ。へ、膝めっちゃやってるんですよ。左膝とか。へ、腰もやるしね、はいはいはい。もちろん手首もやります。お、急激に止まってバチン組んで。なるほど。はい。肘も行きます。毛がめちゃくちゃ多いんですよ。あら。だから、非効率だし、うん、毛がも多いし、うん。で、何よりもどんだけ練習しても、これがやっぱりゴルファーをこう、低迷させるというか。はいはいはい。こう、やっぱ上達を妨げてしまう一つの理由だったと僕は思ってるんで、絶対悪いわけじゃないのよ。できる人だっていると思いますから、もちろん体が柔らかいとかね。うん、適応力が高いとか。それはできるとは思うんですけれども、そんな難しい動きするぐらいだったらっていうのがボディターンなんで、うん、はい、だからやった方がいいかなと思います。なるほど、はい、だからもう全く真逆だと思って、だから昔の概念ってのは基本的にボディターンをやる上ではもう捨ててもらった方がいいです。はあ、はい、まあ、これ他の動画でも言ってますけど、基本的にこうどっちかというと真逆のことを言うんで、昔ダメって言われたことをやれぐらいの感じで僕よく言うじゃないですか。はい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 、はい、それが結構まあいろんなことで起こってるんで、そういった概念取っ払ってもらうと、まあ、より効率的に上手くなれるんじゃないのかなとは思います。なるほど。はい。他には質問大丈夫ですか？いくらですか？はい。こう、ももの面をターゲット方向に向けるっていうお話なんですけど、はい、こう、お腹で意識する、まあ、お腹を、まあ、おへそをね、おへそを切り上げるっていうのも、まあ、聞いたことがあるというか。はい、まあ、僕よく言いますね。そうですね。はい。それよりは、今回はももの方が、そうです。まあ、これはね、まあ、いつもこの動画でも言うし、レッスンでも言うように、はい、人によって僕はアクションを変えるんですよ。意識させる場所。ああ、なるほど。うん。まあ、どっちの方が意識しやすいかっていうのは人によって変わるので、うん、もちろんお腹で意識できるならそれもいいと思います。
ほうほうほう、うん、この体幹部分を使ってこうひねり上げた方がやりやすいよって向けますからね、ここ。そうですね、うん、でもいいと思うんですけれど、まあまあ、これも本当これもレッスンでしか言ってない、だからまあどっちかというと企業秘密ですよ。あ、なるほど。どっちかっていうとまあもうぶっちゃけ後悔しちゃってるっていうぐらいの話なんで、おまあこのレッスンでしか聞けないようなお話を今回も話してるというような感じですよね。なるほど。まあ、やっぱり皆さんに上手くなってほしいんでね、どん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 こういった情報をお届けできたらなと思いますので、はい、僕はもう隠しませんから、はい、お、もうおっぴろげなんで常に。いいですね。もうおっぴろげですよ。もうおっぴろげですよ。だからもうどっちでも大丈夫です。やりやすい方を選択してください。なるほど。はい、基本的にゴルフの選択肢は一つじゃないっていうのを覚えておいてもらえればいいです。あ、はい、同じ結果に結びついてもやることとか意識することって全部変わったりするんで、人によって。だから僕っていろんな言い回しをするんですよ。それがまあ確かに混乱を招いちゃうこともあります。あ、うん、いやこうやって言ってたじゃんとか、はいはいはい、うん、だからまあそういう時はこう付け加えて説明はするんですけれど、でもやってることと結果は一緒だよっていう、なるほど、うん、ことだけは覚えてもらえればいいかなと思います。だからまあ視聴者の方々もまあどっちかを試していただくという形でやっていただいて、自分に合う方を選択していってもらえれば、まあ必ずまあ我々のような動きができるようになってくるということでございます。はいはい、ありがとうございます。さあ皆様いかがだったでしょうか。この左足、まあ、腰の回転をさせるためのワンポイントの意識ということで、まあ、左足にフォーカスをしてお話をさせていただきました。もちろん他にもまだまだ実はあります、方法はね。お、選択肢はいくらでもありますから、はい、まあ、これはね、まあ、ただ全部やっちゃうとね長くなっちゃうので、うん、まあ、ちょっとずつというかまた悩みがあったら出しておくかなみたいな感じで考えてますので、はい、ぜひね皆さんもまあ今後もずっと出し続けますので、いろんな動画楽しみに待っていただければと思います。またリクエストなどがあったら我々コメントしっかりチェックしますので、そちらピックアップして出すこともあると思いますので、悩みあったらどんどん書き込んでください。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、あなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。